どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、実況パワフルプレイ Q9 続きをやっていきたいと思います。そうですね、体力的な面もあるんでちょっとここは一遍休んで練習していきたい、そう考えております。練習しましょう。球速ね、いい感じに育ってきたんですよ。あとだから135キロ目指すわ。まあ140キロ台は投げたいかな。そこであとはもう基礎の、あ、体力の最大値増えるんだ基礎で。あ、それ嬉しいね。はい、疲れが溜まった、どんまい。練習。あー、なるほどね、基礎練というのはそういう意味合いがあったんだ。今までなんかあんま読まずにやってたから、これはありがたいわ。うい、まあそうだよな、体力最大限あった方がいいですもんね。急速アップありがたい。よっしゃー、練習これでね、あのかなり成長率上がるんじゃないかなと思いますけど、やっぱ練習レベルアップは最高ですよ。さあ来年こそはきっと可能、あー、いいね、やる気上がるんだったら最高よ。下がるんだったら嫌だけどね。135キロ入りました。さて、そしてだ、現状、あとは変、しばらく休息かな。しば、あのな、休息2連、次あのスカウトが来た場合休息ミスちゃったら2連続になっちゃうんで、よし、変化球にしよう。変化球育てていこうかな。こっから 17% か、ちょっと嫌な予感がすんで一旦メンタルを挟もう。そうだね、ちょとりあえずちょっとずつもう増やしていきましょう。出かける、初詣、なんで絶対に出かけないっていう選択肢なのかわかんないけど。さあ、そして、無類のタフネスが欲しい。ちょっと気になるな、これ。あ、何？気のせいか。よし、守りの写真帰ろう。もうどうしたの？開けましょう。ウェイトオーディエンス。ロンリー初詣。おいらは、やべくん。まあ、そんなことはどうでもいいじゃないでやんすか。気になる。おー、スポンジル？スポンジル？なーにそれ。え、やべくん。まあ、いいか。悟空。あー、疲れが取れた。さーい。なんで回復かけかい、回復だけかい、もうちょっとなんかあると思った俺。まあまあまあ、しゃあないか。俺的にはなんかちょっと体力の上限上がったりとかスタミナ上がったりとかしてほしかったな。レギュラー、あ、そうだね、早めにもう矢部くんに負けないで、負けないようにしましょう。レギュラーどっちが先かとかけない約束した。負けたらラーメンをおごり、負けらんないね。そうですね、ちょっと待っていただきたい。能力アップ、球速もう一段階上げちゃえ。136キロで、練習で、ここは基礎練かな？ 4 人もいるしね。4人もいるし、基礎練で。しかも監督の評価も上がりやすいので、非常にありがたい。そして練習だ。また4人。でもこれは、野手9人もいても仕方ないしな。ここは変化球。変化球でちょっと増やしましょう。結構もらえますからね、経験値。ありがたい、ありがたい。どうなんだろう？監督の評価と、もう、そろそろ、僕を使ってくれてもいいんじゃないって思いますけど、それはダメなのかな。急速アップ137キロ。スピード出てきたよ、だいぶ。だいぶ良くなってきた。足火5人でも、変化球ダメだ。絶対怪我する。ここは、とりあえずメンタル7人もいるし、メンタルしましょう。はい。一旦メンタル挟むみたいな。挟みすぎたら良くないんだよな。でも神社に寄っていく。練習しよう。うん。はい、練習していきまーす。筋トレ、いいじゃん。技術ポイント下がるの嫌だけどね。お、まずい。ちょっと大丈夫か、これ。球速2連チャンで見せらんないんで、ああでもさっき見せたからな。コントロール、スタミナも全部良くない。変化球攻めてみてもらおう。スライダーあんまり今、あ、ってことは一応変化球、一応変化球、マジかよ。さっきと同じなんか球速がそこ、あー、まずあ、よかった、やったね、イエーイ。俺てっきりなんか全然ダメだと思った。球種があるならいいんだ。よかったよかった。え、バレンタイン。誰もらえなかった。やめろ、やめろ、そういうリアルな。悲しくなっちゃうだろう。まあ、特に俺がだけど。ああ、今年はもうクリスマスってか、もうバレンタインなんか大嫌いだ。クリスマスも大嫌いだ。バイトだってクリスマスはクソくれ。あ、学年末、マジか。やーべえ、やるだけ。間に合うかな。ああ、赤点。これは運でしょ、でも。あ、そうか。知識が溜まって。あったね、これ。そうそうそう。どうする？ちょっと休む。気合を入れる。ちょっと、どうしよっかな。休まず頑張って。最初は大丈夫。うん。睡魔が襲っている。お、知識、全然睡魔襲ってこないね。休まず頑張る。うい。睡魔が襲ってきた。来たか。ダメージ。おー、勝ちまった。いいね。よしよしよしよ。これちょっと一旦やる気を上げた方、気合を入れた方がいい。うん。よっしゃ、切るよかった。精神ポイント下がる。マジか。お、頑張った。お、差し入れ。あざーす。お、嬉しい。これ、休まず頑張っていいんじゃない？ 20 と9。あ、いいじゃん。よし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 。
知識が少しやっ、おーって疲れてきた。ちょ、いや、まだいける、まだいける。あー、まずやられた。ダメだ、眠い。あー、寝てしまった。結構勉強できた。あとはどうなんだろう、だから。結果は待つのみ。そして、はい。おー、悪くな、あ、いいじゃん、全然。よっしゃ、補修なし。やったね。結果これでやる気とかも上がるんだったら嬉しいですよ。よかった、よかった。ほっとしたよ。そうですね。ちょ、ここは基礎練かな ?4 人もいるし、おい。しっかり基礎練、あ、筋力ポイント主に上がってくんだな。まあまあ別にいいんだけどね。140キロぐらい投げられたらそれはそれだけ。さあ、来た。もちろんだともやってやろうじゃないか。疲れもたま、負けたら疲れもたまるし、やる気も下がるってちょっと嫌なんだよね。まずはストレート。全力。しかし、なんで打っちゃうんだよ。なぜ打てるんだ?くそ。こればっかりはどうしようもねえな。球数増やさないとダメですよね。コントロールアップ。おい。監督評価もちょっとずつ上がってきた感じですかね。パワースポ。怒りの記事なんだよな。そう。これでちょっと多分やる気下がっちゃうんじゃない?うん、まだ乗ってるよ、プリンスか。悔しいけど、そんな感じだな。あ、よかった、下がんなくて。ごめんなさい。ごめんなさい、今、喉に変なも入った。ただ、そうですね。なんか今のところ、このままだと、確かスカウトが目にしちゃうんですよね。碇くんの記事を。それで、なんか、俺、自分の評価が薄くなっちゃうみたいな。それは嫌なんでね。ちょっともうここは頑張るしかないですよね。芯を外す、あ、変化球。そうです、頑張ってますよ。碇くんの芯を外すためには、もっとだからしっかりとした決め球がなきゃいけないですよね。レベルアップありがとう。はい、私も頑張んなきゃ嬉しいね。頑張りますよ。ちょっとこれは練習、あ、そ、練習して、メンタル7人だったらちょっとやっておこうかな、一応。ね。監督に評価も欲しい。ふん。評価、あ、メンタル練習。いや、まあ、そうね。今回結構多いかもしれない、その回数。はーい、あざーす。もうちょっとメンタル練習回復してくれれば嬉しいんですけど、さすがにそんな都合のいいことはないでしょうね。基礎練、ちょっとここは。うん、基礎練怪我しづらいから、これはありがたいです。精神ポイントももらえるしね。ちょっと、で、能力アップ。何か上がるかな?変化球は29。そうだね。フォーク、ちょっと1段階上げるかな?そのために42必要なんですよね。精神ポイントがえらい数溜まってきたな。これでしばらくは、精神練習しなくて済むって感じですかね。お、新入部員。そうだね。もうこれから2年生ですから。あっという間だって1年生、本当に。おー、やってるね。新入生、歓迎ノック。おい。意外と体溜まってきた。なかなか元気なやつがいるとはね。はい。手塚くんと、あと、つぶらやくんだったな、確か。日中の快速休校。聞いたことがない。なるほどね。78マイル。どれくらい速いです 1.6 キロ。125キロ。俺よりか遅い。ああ、なるほどね。コントロールにしにある。なるほど、なるほど、なるほど。ははは。ああ、なんか、特急じゃなくて快速休校だとね。なんか変なやつだなと。つぶらや和義くん。内野なら何でもできる。なるほどね。すげえ喋るな。バッティング悪くないですよ。でもこいつはすごいのが50メートル5秒台の俊足なんです。で。つぶらやくんはどちらと言ったらなんかこう、なんかおっとりとした感じなのかな、割と。うん。まあ、いろんな、かなりやりそうだとね。負けらんないね、これは。コントロールいいのか、ちょっとやだな。はい。あ、じゃあ彼と、うん、手塚くんとよく練習したらタック欲しいな、手塚くんの。はい、コントロール練習やってますよ。そうそうそう、どんどん上げてこうよ。やったね。これで新しく、また成長できるはずだ。お、今度は弟か。暁大附属に入ってきた。後輩だね。よろしく。いい弟くんだね。あー、なるほど。兄弟でバッテリー。負けらんないね、これは。お、腹減った。早弁した。あー、早弁ね。俺は、割とね、早弁したことはないんで、今まで。あのね、教科書に隠れてね、早弁なんてね、そう、なかなかできないからね。お、おお、やべえ、復活でやんす。よかったね。うん。ポツーン。お、俺のメロンパン。ごめんね。本当にごめんね。やべくんの腹の中に行っちゃって全部。かわいそすぎるね、考えてみれば。いやー、申し訳ないことした、これは。どうしようかな。じゃあ、ここは、一人しかいないけど、でも変化球練習するよ。それでも変化球は欲しいみたいな感じですからね。はい。お守り売ってる。恋愛成就、学業成就、交通安全。そうですね。じゃあ、今回はじゃあ、交通安全気になるな、ちょっと。うん。そういえば売れなし。そうだね。あれ?ごめんね、今売り切れ。なんだい?売り切れなんかい。じゃあ、だったらもう、俺の悩んだ意味がないじゃないか。ちょっとやだな、そのなんか、悩んだ意味がないっていうオチ。くそー。
そして、お、おい、グラブの補修、そうだね、補修を手伝おう、一緒にやるよ。そうそう、尊敬される先輩でなければならない。姫、あ、ふあ、もともと俺がやってたところにゆうか先輩が手伝いに来て行ってきたんじゃないですか。あ、もしかして作業の邪魔だったですか。正直そうっすね。短期、短期か、俺そんな短期かな。まあなんとも言えないですけど、これからですね、次回へ行きたいというのはお楽しみに。じゃあね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。